もうすることなくないジブリの話。え、なんでまだ千千尋の話しかしてないよ。え、そもそもいつ頃ハマったの？いやでもなんかもう物心つく前とかから見てるから、意識ない。え、ジブリ男子の中で一番大好き。ちょっと待って、それはさ、何？恋人にしたいとかそういう好き？それとも人間として？キャラクターとして。あ、キャラクターとしてか。ああ、明日か。その作品内における立ち位置とかもそうだし。明日かです、明日か。キャラクター性で。明日か。明日かか。なんだよ。なんで不満そうなんだ。我が名は明日か。綺麗な字を書きにこの地へ来た。今ちょっと明日かさん来ましたね。ちょっと待って、お客さん多いって今日。今ちょっと明日か走ってたね、約。本当ですか。去って行ったんですよ、去れって言われたんで。明日かね、いいよね。未熟さが好きなの。愚かさが好き。いや、みんな愚かよ。いや、愚かよ。でも、なんて言うんだろう。ジブリのさ、愚かってかなり高尚な愚かだよ。いや、そうそう、もちろんそうだよ。高尚すぎる愚かだけど、なんて言うんだろうね。こう、難しいな。これは、あれじゃない？アドを呼んできた方がいいんじゃない？愚かさを受けられた方がいい、いいんじゃない？え、ちょっと待って、リリカルは？トンボかな。なんで？なんでなんでなんで？トンボって、ジブリ男子の中だったら、多分そんなに人気ないと思うの。やっぱりジブリ男子という話題が出てきた時に、アシタカ、ハク、ハウル、この3人がもう前面に出てくるから。あと、まあ、セイジ君とかね。けど、トンボって、無神経に見えて、意外と、気遣いができるなって思う。トンボがキキのことをパーティーに誘う、その時真っ白ななんかスーツ着てるのも粋だなって思う。あー、なるほどね。そこがすごくいいなと思う。そこなの？そこしかない。マジかよ。でも、正直トンボが好きなのはトンボとキキが、中の人がコナンとシンイチっていうのは割とある。今ね、まさか山口勝平だからじゃないよねっていうのずっと黙ってたんだけど。でもなんか別に声優に思い入れがあるわけではない。声優としての歴がまだ短い時に、キキとかトンボを二人ともやってるから、あそこが、まあ、仮に原点みたいな感じに思うとすごい愛おしいですね。うーん、なるほどね。貴重ではあるよね、あれ。はい、いい？うん。リリーの宿題の字が、田んぼがね、若干左に寄ってるので、一画目をさ、もうちょっと外にできる？しかないな。やってやろう。おー、あ、いい、いい、オッケーオッケーオッケー。よきよき。向きがいい感じになりました。字うまいな。いやー、リリーうまいよ。え、女は女、ジブリの。ジブリの女？女。ちょっと待って、リンはダメ、もうリンはダメ。いや、うん。パッと出てこないな。ちょっと検索していい？あ、全然どうぞ。ジブリの女。言い方悪かったね。ジブリの女。でもやっぱり、ウルスラかな。へぇー。なんで？なんでだろうな。暮らしぶりに憧れるよ。あ、そこかい。てかなんか私はあんまりキャラクターに共感することほとんどないんだけど。なんか、あ、でもジブリの女、ちょっと今、魔女宅の、私このパイ嫌いなのよねってわざわざ言ってくる女の子。あら、あの子が好き。あの子、すごい人間っぽくていいなって思う。あー、人間っぽさね。あー、なるほど。とか、まあ、これは魔女宅なんだけど。多いな、魔女宅比率。で、最初に出会う、なんか先輩魔女みたいな、ちょっと。あ、わかる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 。あの子結構好きか。魔女宅結構好きだね。いや、魔女宅って気軽に見れる。いや、全部気軽に見れるけど。でも確かに、重くないしね。魔女宅、頭使わないで見れるから。結構好き。あー、言えてるな。よし。はい、最後の字。ごんべんはさっき言った通りです。はい。できた。はい、どうぞ。じゃん。おー、おー、綺麗だねー。はい、OK です。はい、というわけで、じゃあもうおさらいに行きたいと思いますので、本気で、本気。いや、本気とか、ないよ。まあ、ゆっくりね、書いてください。いやでもマジってね、丁寧に書いた分だけ丁寧に見えるっていう。そうそうそう。そういうものだから、字っていうのは。字語り、来ちゃった、ちょっと。喋ってて書けるのすごいよ。自分の字と字の字で高度な書きをしてしまった。字語りで。わかったから。
すいません。集中して。すぐ、なんかネタみたいこと言っちゃう。すいませんでした。うわ、気に食わねえ。消すか。消しゴム使うこっつら嫌なんだよな。めんどくさいから。めっちゃ消すやん。大抵みんな一発書きなんだけどな。いや、ちょっと、完璧主義。気に食わない。完璧主義者や。疲れたな、なんだか。みんな一発書きしてんの、これ。全員、病気じゃん。おい。申し訳ございません。記者会見開かねえと。ね、喋ってるからね。消しゴムになるんだって。喋るためのお口。できた。うおー、すごーい。めちゃくちゃ綺麗じゃん。すっげえ。全然喜んでないじゃん。いや、ちょっと気に食わない。いいよ、いいよ。超綺麗だよ。会所ってむずくね？いや、難しいよ。会所ね、ごまかしが効かないところも好きかな。いや、それが嫌だ。すべてにおいてごまかしてきたのに生きてきて、全部。全部急にこんなごまかしが効かないことをやらされた。やらされたとか言わないで。はい、というわけで。はい、今日頑張って5文字書きましたね。全然関係ない話いっぱいしましたけど、どうでしたか？いや、まあ次行くときはね、まあもうちょっと真面目にやる。いやいやいや、これ全然これでいいと思うけど。いや、でも次行くときも G どうしようかなって、もうすでに悩んでる。何がいいと思う？逆になんか書いてほしい字とかない？こっちが指定するパターンはないぞ。なんか字、書きたい字って別になくない？書きたい字って別になくない？書きたい字って別になくない？ある人生においてこの字を書きたい。そんなこと言ったらね、これ成立しないから言わないで。ごめんなさい。すいませんでした。書きたい字なんかね、分かってるよ、こっちだってね、書きたい字なんかないですよねって思いながら聞いてんだからさ。いや、なんか年末年始とかに出るんだったら、なんか謹賀新年とかいいなって思ったの。でも時期的に今謹賀新年で出たらおかしいじゃん。でこの人なんか どうしたのみたいな。時空バグってないかな。いや、リリカルなら成立すると思うんだけれど。まあ確かにな、そういうところあるよな。まあ、じゃあ要相談ということで、はいはい、okay. はい、で今日はゲストリリカルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てねー。